ちなみに今日は休憩はしません。ある日僕は海が見たいとバケツを持って買いに出かけた。だけどどこの店にも私の欲しい海はない。ニューヨークのマンハッタン52番地で僕はとんでもない悲しみを思い出した。僕はとんでもない悲しみを思い出した。